秋が深まり、紅葉の色づきが気になる頃となりました。紅葉を見に行くことをもみじ狩りというのですが、なぜ狩るのでしょうか。皆さんはご存知ですか。狩りは一般的には狩猟、つまり野生の鳥や獣を捕らえることを意味します。ですがこの意味とは別に、魚介類や植物を取ること、山野で花や草木を探し求め採集したり鑑賞したりすることなどの意味もあります。そのためもみじ狩りだけでなく、潮干狩り、ぶどう狩り、キノコ狩りなどにも使われるんですね。その昔の貴族は歩くことを下品と考えて義手で外出することが多かったようです。しかし参道を義手で登って花や紅葉をめでることは難しいことから、山野に歩いて出かけることを狩りに見立てるようになったと考えられ、狩猟であれば歩いて出かけるのもおかしくはないと平安貴族は考えたのかもしれません。そんな古のことを知りながらもみじ狩りをしにお出かけもいいですね。アプリウェザーニュースでは紅葉チャンネルというコンテンツがございます。全国約800地点の紅葉の名所情報や見頃の予想もご覧いただけます。名所の検索ではライトアップや温泉が近くにあるなどの条件を検索することができまして、とっても便利です。無料でダウンロードできますので、ぜひご活用ください。